帰郷の花言葉は変わるな愛、そして金という意味があるそうです。今後もこの競馬をですね、変わらぬ愛で見守っていただきたいと思います。では阪神の9レース帰郷ステークスご覧ください。阪神競馬場9レースは帰郷ステークス2歳オープン芝の 1400m 戦に出走馬6頭です。真夏を思わせる青空の下、日差しを浴びてのゲートイン。3番ジューンテイク今収まりました。あと3頭、2番レディーエンジェル、4番のクイックバイオ、偶数番の両頭並んで誘導を受けて今入りました。最後は6番のシークレットキー、6番ゲートにシークレットキー入って係が離れました。スタートしました。2番のレディーエンジェルが1番いいスタート、いいダッシュを見せています。2番レディーエンジェル先頭で1馬身半リード、4番のクイックバイオがこれを追って2番手に上がります。その後1馬身6番のシークレットキー並んでいって3番手から2番手先頭へと並んでいきます。前3頭、その後ろ3馬身がいて3番ジューンテイクです。その後ろは2馬身切れました。5番のセントメモリーズ、内並んで1番ステラスプレンダー後方、前から後ろまで5馬身ぐらいの隊列がこれから3コーナーカーブを回ります。2番レディーエンジェル先頭で1馬身リード、800を切りました。3、4コーナー中間、ここで1馬身半、2馬身近くリードをまた取ります。6番のシークレットキー単独の2番手、1馬身半差、4番のクイックバイオが3番手、その後1馬身半、3番ジューンテイクが4番手、そのうちから1番ステラスプレンダー、5番手に上がって最後方、5番のセントメモリーズに変わりました。前は4コーナーカーブに入ります。先頭2番レディーエンジェル、400を切って1馬身半リード、直線に入りました。2番手4番のクイックバイオが上がるか、この2頭の間、6番のシークレットキー今3番手です。外へと出して3番のジューンテイクを追って200を切って坂を上がる、完全に4番クイックバイオ抜けました。1馬身リード、これを追って6番のシークレットキー、3番ジューンテイク、間から5番のセントメモリーズが猛追、しかし4番のクイックバイオ、クイックバイオゴール、押し切りました。5番のセントメモリーズ2着、その後2馬身がいて6番のシークレットキー3着でした。勝ち時計は1分21秒5。4番のクイックバイオ、前走未勝利戦に続いて連勝を飾りました。前を捉えて抜け出て押し切りました。4コーナー最後方から猛追、5番のセントメモリーズ迫っての2着、その後やや遅れて6番シークレットキー3着。タイム1分21秒5、ゴールまでの 800m 46秒6、600m は34秒9でした。ブリックス&モルタルの3区、牝馬クイックバイオ鞍上鎌田優雅騎手、前走未勝利戦に続いて連勝を飾っています。1着4番クイックバイオ、2着5番のセントメモリーズ、3着6番シークレットキー、4着は3番ジューンテイク、5着2番のレディーエンジェルでした。確定までお待ちください。ということで4番のクイックバイオが最後は抜け出しました、はい、ブリックス&モルタル3区でございます。まあキャリア2戦の馬だったんですがね、前走は札幌、牝馬限定の未勝利戦を勝って今回だったんですけれども、川田優雅騎手に導かれましたね。セントメモリーズ、シークレットキーの順番で入りまして、ステラスプレンダーが敗れるという形になりましてね、はい、ここ6頭ですけれども、3連単まずまずでしょうか。4番5番6番2番人気3番人気4番人気の順です。単勝4番 3.5 倍、枠連の発売はありません。馬連4番5番 7.4 倍、馬単4番5番 14.5 倍、3連複4番5番6番 14.8 倍、3連単4番5番6番 64.7 倍です。確定までお待ちください。